スマトラ島沖地震スマトラ島沖地震2010年10月スマトラ島沖地震は2010年10月25日14時42分22秒にインドネシアで発生した地震。なお、2010年には4月と5月にもスマトラ島付近で大きな地震が発生している。死者約500名、ムンタワイ諸島などが被害を受けた。被害が大きかったのは 西スマトラ州北パガイ島、南パガイ島である。津波地震であったとされており、津波の最大の高さは8メートル、海岸から500メートルまで押し寄せた。住民たちによると、大きな揺れを感じた2007年のスマトラ島、沖地震では、初頭で津波が観測されなかったため、今回も大丈夫だと思ったという。津波波形の解析からは、 地震モーメントは 1.0x1021 ナノメートルと推定される。津波波形の解析から、澄んだ海溝付近の断層面の浅部で大きな滑りが発生。翌日の26日には、ジャワ島の村ピサ山が噴火し、多数の死傷者が出た。ジャワ海溝では、地震空白域があり、パダン沖などで大きな地震が発生する可能性があるとされている。ありがとうございます。